今回実用の初版応用編としての会社業書、まずこのページをやっていきます。で、単に書くだけではなくてね、ここに配性構成、こう丸みを帯びたち、四角位置、形の取り方とか筆使いとかね、筆の入りとか止めとか、まあいろんなことを気にしながら書いていくんですけれども、まず数字と日月火水木金と大中小左右手足、もう基本的なところでね、で相当気を使うわけですよ。筆の入りから止めに至るまでね、で入ってから右上がりの角度、筆の入り、反り、止め、どの程度細くするかとか、いろんなことをこう考えるわけです。で、2、今度は少し反らせということで、で反らせるのと、から太さを出すために立てずに傾ける、でこう引っ張るときに押すのか、こう引くのかによっても線質変わってきます。で今穂先を隠しました。当ててからそのまま引っ張るんではなくて、こういう動きですね。置いてそのまま引くのか、置いて押さえ込んで少し持ち上げて細くして反りながら止めるのか、いろんなやり方があると思うんですね。でここに4、中ほどを太くして折れる手前で細くしています。ちょっと逆いきます。強く入って細く抜くという形、当ててこう抜く、細いまんま切って、押していく、でこうする。ここではね、だんだん下に向かって太くするとか、少し太くして軽くしてということですけども、こう当てて、このまま押すと少し細くして、で6、
こう書きましたけれども、考えるべきことはどの程度同じ太さでないといったときに、一番細くするのはどことか、この角度を立てるのか寝かすのか、止めるときもどの程度力を入れて太くするのか、自然に止めて抜くのかということですね。で、先行きましょう。7、8、9、10と書いていきます。東洋町の旧石油田鮮明を意識してみましょうか。ここを大きく曲げるとか、強くだんだん細くして、ここで当ててこう返すとか、ここも今置いてすぐではなくて、少し持ち上げる形にして、こう反らせる形で、で次中、格子平等比っぽく縦を短くする、横を長くするということで書いてみましょう。下から持ち上げる、で真ん中で抜く、こう寄せるのか真ん中か、まあ、右へ寄せるってことはまずないと思うんですけれども、で細くする場所を止める直前にすることが多いですね。で次、日の字なんですけれども、ちょっと雰囲気変えて肩書いて、今置いてから抜きました、持ち上げてこうこんな形にしました。でこのまま下ろすと、1で突き置いて、でこちら少し反らせるくらいにして、で跳ねて、あえてここはつけない。これがね、小学校の書写書き方と違うところですよね。毛筆、字を明るく見せるポイントとして、全てをこうつけるということをしない。火水木金土と書いていきましょう。少しこう四角から形を出して書くと、強く置いて、でこういう形にして当てて、でここでも力を入れて横へ抜く、でここから右払い、ここで強くしてこう抜くと、ここから抜く、この右上がりの角度で、ここを一直線に並ぶぐらいに広くしてもいいんですけども、この程度に収めると落ち着くと思うんですね。
で水の字、これもちょっと応用順っぽく固く書くと、ここつけないで、この上からで、こちらが少し出るぐらいで、で下ろしていく。でここから抜くと、線を重く少し関東商業帳っぽく縦を細くしてみましょうかね。でなおかつ反らせると、反らせて払う直前で少し太くしてみましょう。ここで少し太くしてこう抜く。で少し引き上がりのところって少し斜めにして、こう結構広くする場合と、こう高さを取る場合と、まあいろいろあると思うんですね。で感染大きいと、ちょっと細身でいって真ん中を強くしての、今こう日月火水木金土とこう書いてみましたけれども、これを枠とした時かなり今余白を狭め、字を大きく書きました。で通常だったら余白のことを考えるともう一回り小さくするっていうのが適当だと思います。でそれでこれから大中小こうずっと書いていくんですけども、その余白を意識して少し小さめでこう書いていきますね。でまず大、で中、ちょっと太くして幅を広く、で見してみました。次左右、左を縦長、右を横長にしてみます。はい、という曲2人になってますけどもね。でここへ手と足を書いてみましょう。手足、こう書いてみました。で次回この男女からね、先を書いていこうと思います。今回はここまでにします。